足元見たら巻だらけのこのゴンゴリラ。僕らの力で変えていきましょう。みんな黙ってないで声を上げていきましょう。皆さんの放射能ほっとくと守れないよ。子供の命守れない。福島だけじゃなくなるぞ。東京だって結構やばいぞ今。子供たちを早く帰ってくださいよ。And we are united with a simple message.Ken Pat Irana! Ken Pat Irana! Ken Pat Irana! Ken Pat Irana!収束してるってね、事故が収束してるって言ってるんですけど、どんどんひどい状況になってるっていうことが分かってるので、やっぱり二度とこういうことを起こさないっていうことを政府はちゃんとはっきりさせてもらいたいと思います。お名前は借りてもいいんですけど、銀八おじさんです。銀八おじさんです。YouTube で僕はあの何動画の方を拝見してるんですけど、ありがとうございます。あれご自分で作られた？あ、はい、あの自作自演です。あの声もご自分ですか？声もあのちょっと回転を変えてますけど、基本的には自分でやってます。あのどうしてそういった動画を作ろうと思われたのか。単純に原発の問題をやっぱり多くの人に知っていただきたいと思い、制作開始したっていうのが最初ですね。やっぱり反原発のことを訴えてる人っていうのは昔からいるんですけども、やっぱりなかなか、やっぱり東京電力のコマーシャルの力の方が大きいので、もちろん国策で進めてるっていう部分があるので、多くの人はやっぱり原発は安全であるということと原発は必要であるっていうことを信じさせられてきたと思うんですね。やっぱりそうじゃないっていうことをやっぱり言わなきゃいけないと思って作り始めたんですけども、結果事故が起こってしまったので、やっぱりその力が至らなかったなっていうふうに思ってます。現実に原発が爆発してあんなに被害が広がってんのに安心だって言う神経がおかしくないですか。どう考えたって安全じゃないじゃないですか。他の国は知りませんけど、日本人ってなんでそういうのを信じちゃうのかなって思いますよね。なんか意思表示だけって、なんか例えばね、ネット上で僕は嫌ですって言ってもそれって全然関係ない人には映んないじゃないですか。でもこうやって集まってたら、あ、なんかやってんだっていうのを全然興味ない人も知れちゃうから、なんかやっぱり実際にこう参加して、ね、それに参加してみるっていうのはすごい大きな力になるんだなっていう思いました。喜怒哀楽の喜、ドドドドド哀楽ぐらいの、もう怒んなきゃいけないんですよ。でそういう人たちが2万人集まったっていうのは、これからもうでかいことにつながるんじゃないかな。であとはもう止めたい、止めようっていうことですね、原発を。声されないで自由に表現が本来はできるはずなんだよ。いろんな方たちが、家のない人たちが、ヤクザさんたちに車に乗せられ、こんな仕事があると言われ、
そんな原発がそうじゃないと成り立たないのです。そのことをよく知っていただきたいと思います。私の父も宮城県の丸森の底辺の農家です。一歩間違えたら父も原発作業員でした。そして農家や漁師の人たちはお魚が取れないとき、野菜が取れないとき、全国に原発ジプシーとして炉心の掃除をしています。だったら地元にあった方がいい、そういう人もいました。なんて悲しいことだと思いませんか。そんな風に人の命を吸い上げて作り上げる電気を私は使いたくありません。どうか皆さんそのことを分かってください。私は人前に出るの